バロンザマスです。さあ帰ってまいりました、バルケッタ。燃料関係の、匂いがするとかですね、メーターが回らないとか、そういったものを直して帰ってまいりましたが、何が悪いとかじゃなくて、直しに出すと違うとこが壊れて帰ってくるっていうところが多々出てきます。配線ね、急に電気がきつかなくなったとか、イタリア車はそういう作りの甘さがもうあちこちにあるんですけども、僕の場合ですけど、安かろう悪かろうで買ってるんで、もう入りであっても付き合っていくしかないですよね。途中で手放すっていう判断もあるとは思うんですけど、もうずっと直すとこを追い続けるという、地獄モードに突入している最中でございますが、ちゃんと走るには走るので、今乗せてきたいろんな部品をこれから変えていきたいと思います。